新垣勉さんのライブをしばし4曲歌ってくださいましたね。余韻冷めやらぬ中ですけれども、余韻が冷めやらない中ですけれども、これから新垣さんのステージが今終わりましたので、第2部、政党4党野党4党が揃い踏みいたします。続々と野党4党議員の皆さんが到着なさいます。すでに到着なさっている方もいらっしゃいます。まず最初に、ではもう政党の挨拶から始めさせていただきましょう。第2部の始まりです。はい、では野沢哲夫さんいらっしゃいますか。自由党生活の仲間たち、山本太郎と仲間たちから自由党になりましたね。自由党の野沢哲夫第1東京第1区総支部長でいらっしゃいます。野沢哲夫さん、トップバッターです。よろしくお願いします。大きな声で声出します。自由党東京大学総支部長野沢哲夫と申します。今日は5分間だけお時間をくださいませ。現在の近代憲法は国民の権利とそして福祉を増進するために、国家と主権者がきっちりとお約束をさせていただく最高位の約束である。これが近代憲法であります。ですから金貨玉条のように絶対に世の中が変わりましても絶対に変えてはいけないというものではありません。ただだからと言いまして主権者の権利の規制を行うような無茶苦茶な改正ということは当然許されるものでもありません。現在改憲派護憲派という形で非常に分かりやすい形でいろいろ議論はされておりますが、私たちはどんな状況になりましても金貨玉条のように一文字も変えてはいけない、そういう立場であるのではありません。ただしです、この自由民主党の改憲草案、これを見まして私たちは本当にこの改憲草案非常に危険なものだということを改めてお訴えさせていただきたいと思っております。この憲法は国民の主権、自由、そのようなものを守らなくてはいけないものを逸脱いたしまして、完全に新しい憲法を作ろうとしていると私たちはこのように考えております。ですので今国会におきましては各条文の逐条の一言一言を機能するということでなく、もっと本質的にこの自民党の自由民主党の憲法草案本当に大丈夫でしょうかと、国民の権利そして福祉を本当にきちんと守ってもらえるものかどうか、そこも含めまして本当の意味で国会で議論をしていかなくてはいけないというふうに思っております。そしてもう一つ付け加えて、その過程の中で私たちがお願いさせていただき、または考えていかなくてはいけないのは、今マスコミがやはりこの与党である自由民主党与党の方々にすごく、立場をに沿ったような形の報道しかされていないということであります。前回安全保障関連法案もそうでありましたが、自由民主党がむちゃくちゃな事例を出しまして、その案に対して大丈夫だということを言ったことに対しまして、与党の方々に近しいからでしょうか、マスコミの方々は私たち野党の側はそれに単に反対をしていることしかないというような論調を繰り返しておりました。私たちはしているんですが、それをきっちりと、あまり具体的に申し上げましても長すぎて
取り上げてくれませんので、単なる賛成反対という形でしか取り上げられてもらえませんでした。このことは私たちの力不足かもしれませんが、もっと踏み込みまして、今回の特に憲法改正草案はもっとそれ以上に根本的なものになりますので、憲法反対賛成とかそういうものではなく、どこがどう反対なのか賛成なのかと、この自由民主党の憲法改正草案の非常に危険な部分を私たちはきっちりと事例を挙げて申し上げていきますので、それに対してその通りにきっちりと国民の皆様に全てを開示して、全てを公にして話をしていきたいと、それをマスコミの方々にもぜひ賛成してくださいと、そのような形での報道をくれぐれもよろしくお願いしますと、主に私たちもいろいろ対策を考えまして、そのようにしてもらえるように頑張っていかなくてはいけない、それは自助努力だというふうに思っております。最後に申し上げますが、例えばそこの水尾銀行、不動産の方々、今商売をする方々は必ず法律で重要事項の説明というように、いいところも悪いところも全部説明した上でないと契約をしてはいけないということが、ほとんど全てのことで行われていると思います。ただこの安倍政権の自民党会計草案ホームページに出してます。ホームページに載ってるからいいでしょうと、あと読んでください。読んでくれなかったあなたたちがおかしいぐらいの勢いでやられている、これが本当に問題であると。私たちも力不足でありますが、きっちりと頑張ってまいりますので、ぜひ野党共闘いたしまして、何としましても次の衆議院選挙与党になりまして、このおかしい部分をどんどん改めていきたいというふうに思っております。皆様ぜひ私たち一生懸命野党共闘で頑張ってまいります。この自民党会計層だけでないです、原発ゼロも推薦しております、 TTP 批准も許しません。とにかく頑張ってまいります。安倍内閣を退陣する、安倍政治を許さない、一生懸命頑張っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。大きな声でありがとうございました。貴重なお時間いただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。自由党から自由党から野沢哲夫東京第一総支部長のスピーチでした。ありがとうございます。野沢さんありがとうございます。では、もう順不動になりますが、いらした議員さんからのスピーチになります。次は、社民党安倍晴正さん、いらしていらっしゃいますか。 ありがとうございます。では次のスピーチは社民党から安倍晴正流山市議会議員、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。そしてまたこの新宿をご通行中の市民の皆さん、こんにちは。私は社会民主党の流山の市議会議員の安倍晴正と申します。今日のこの集会テーマを伺いますとですね、やっぱり安保法制、戦争法の問題、それと憲法の問題、そして今焦点になっています自衛隊の南スーダン派兵の問題、あるいは高いで起きているとんでもない問題、こうしたことについて本当は私いろいろ話したかったんですけれども、これはおそらくこの後に続く弁者の方たちがさまざま深く突っ込んで話していただけるんじゃないかと思います。そしてですから私はですね、自治体議員ということもありますので、例えばこの流山の地域で自治体の中でどんなことがこの戦争法の強行採決っていう動きと連動して起きてきているか、地域の中でのそういう由々しき問題について何点か絞ってご報告をさせていただこうと思います。私が住んでいるのは流山市ですけれども、流山の市内は大きな鉄道が3つ走っています。つくばエクスプレスですとか、あるいは武蔵野線ですとか、東武線、そしての大きな沿線の駅の駅頭にはですね、巨大なモニター、あそこにありますけれども、
あんな風なモニターが駅頭に設置をされているんですよね。ところがこの駅頭のモニターがどんなことのために使われるかと使われているかといいますと、自衛隊の広告宣伝です。映像付きの自衛隊の広告宣伝が朝から晩まで一日中こう流されています。しかもその内容がこうすごいんですね。迷彩服の軍服戦闘服を着て、で顔を軍用動乱で塗った自衛隊員が報復前進で訓練をやっている。そして上半身裸とですね、若い自衛隊員がアメリカの海兵隊の、訓練見て思い出していただければ分かると思うんですが、掛け顔をかけながら軍隊行進をやっている。そしてパラシュート降下訓練ですとか、そういう本当に軍服姿の顔を 軍用動乱で迷彩塗った自衛隊員の隊員が訓練をやっている、そういう姿がほとんど一日中朝から晩まで映り出されています。そしてその前をですね、幼稚園児ですとか小学生中学生が朝な夕なに、通園通学をしているんですね。で、私の外国人の友人が言っていました。こんな光景は軍事軍隊というのが社会的な大きな存在を占めている、それは悪い意味でですけれども、そういう国ですらこんな光景はありえない、見たことがない、日本は大変に異常だと、そういうふうに言っていました。これは流山市の市が自治体がやっている事業なんです。自治体が率先して自衛隊の映像付きの生々しい軍事訓練の様子を朝から晩まで映像で垂れ流している。で、今日なんか日曜日ですけれども、その前に若者たちが集まって人待ちで担保をしているんですね。そんなことが本当に許されていいのか、地方自治っていうことが随分叫ばれてもう何年も経ちますけれども、しかしそれぞれの自治体の当局は、あるいは議会は、市民の意識、市民の感情、それからますます かけ離れていっている、そんな動きが出てきているんじゃないか。私はそのことを大変に危惧をしております。市の当局はそんなことに何の今問題意識も持っていないんですね。それともう一つは、これは流山だけではなくて他の自治体でもそうだったんじゃないかと思います。一昨年、集団的自衛権の行使が閣議決定強行されました。で、その直後から18歳以上の流山市内の青年男女に、自衛隊にあなたもぜひ入りなさいよっていうね、そういう郵便物が舞い込みました。こんなことを、これはまあ市の当局が防衛省自衛隊に名簿を提供しちゃったんですね。そういう結果そんなことが引き起こされています。地方自治が言われながら、しかし自治体の当局あるいは議会も含めてです、残念ですけれども、国のそういう戦争へとね向かおうとするかのような動きに追随をしていく、こんな動きが強まってきております。これは地域における市民の暮らし、この問題でもやはり出てきていると思います。一つの国が戦争へと行こうとするときにですね、やはり国民の庶民の暮らしは大変にひどい状況に追い込まれていく、痛みつけられていく、こういうことがそれぞれの地域でも出てきているんじゃないかと思います。例えば消費税の増税、これは大変地域の自営業者、そして市民の暮らしを直撃しました。消費も冷え込みました。日本が不況から脱出するね、そういう機会を失ってしまった、そういう問題だったと思います。それと並行して医療保険制度の改悪ですとか、あるいは介護保険制度の改悪、そもそも介護保険制度の改悪は消費税の増税で、介護の仕組みを持続可能なものをたらしめる、充実させる、そういう目的で消費税増税で良くなるんだと言われたんですけれども、しかしながら日本の社会保障福祉の大黒柱と言ってもいいと思います。介護保険制度が消費税増税の強行採決、わずかその2ヶ月後にやはり解約をされてしまいました。今では特養などに入所をする権利、これは要介護度3以上に制限されて、要介護度1、2以上のお年寄りが切り捨てられてしまいました。
もっとひどいのは幼稚園 1,2 のお年寄り、こういう皆さん認知症の方が多いんですけれども、これはもう介護保険の仕組みでは面倒を見ないと、そういう状況になりました。低所得のお年寄りに対するさまざまな配慮の仕組み、介護保険がありましたけれども、それも切り捨てられてしまう、こんな状況です。私はとりわけ、市民の民衆の暮らし、これを痛めつけているのは労働法制の改悪だと思っています。昨年の秋に戦争法が強行採決されたその直後にですね、労働者派遣法が改悪を被りました。安倍首相は派遣の若者が正規雇用に上昇していく、それを手助けするための、介護保険法の改悪、労働者派遣法の改正だと言ったんですけれどもね、本当の狙いは全然そうじゃないと思います。日本経団連などはもっと正直に明けつけに、派遣法の改悪の狙いを語っています。それは今正社員正規で働いている皆さんもどんどん非正規で置き換えてしまえと、これが労働者派遣法の改悪の本当の狙いです。こんな風に一つの国が戦争へ戦争へと向かっていくときに、国民の庶民の働く者の暮らしはとことん痛めつけられていくんだと思います。こういうことを絶対に許してはいけない。そういう意味では暮らしの現場から私たちは今安倍政権が進めている戦争をする国づくり、戦争できる国づくり、これに対して草の根から反撃を組織していかなきゃいけない、そう強く決意しています。草の根からというのは本当にまさに町内会、町内会の中のカラオケクラブ、お茶やお花のクラブ、旅行クラブ、こういうところからですね、私たちは安倍政権の戦争する国づくり協力はしたくない、そんなことはごめんだ、こういう声を集めて、それを大きなうねりにして安倍政権にぶつけていく、それでもって安倍政権の海外で再び戦争する国づくり、これに対して挫折をさせていかなきゃいけない。私たちは日本の庶民は日本の国民はそういう力を十分に持っているんだと思います。適切な働きかけがあれば、そして犠牲を恐れず、人に何を言われようが頑張って先頭に立って戦うぞという人がこれくらいいれば、これのあと10倍ぐらいいれば日本の社会は大きく揺り動かしていけるんじゃないか、私はそう信じて、地域で自治体議員として地を這いながら活動をしています。皆さん一緒に頑張りましょう。戦争法絶対これをこう廃止をさせるんだと、最後まで私たち社民党は皆さんと一緒に頑張っていくんだという決意を述べさせていただいて、簡単ですけれども私の挨拶に変えさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今お話しいただきましたのは社民党流山市議の安倍晴正さんでいらっしゃいます。どうもありがとうございます。それでは引き続きまして都議会議員、日本共産党の大山智子さん、今築地の問題でも大活躍されていらっしゃいます。大山さんから、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご近所の皆さん、ご通行中の皆さん、そして立ち止まっている皆さん、本当にご苦労様です。日本共産党都議会議員の大山智子です。私からもこの皆さんの会に一言参加させていただきたいと思います。今お話もありましたけれども、やはり多くの皆さんがそれぞれの立場で、そして運動に参加していく、それがもう手作りであり、そしてみんなと力を合わせる、手をつなぐということがこの間やはり大きな力になるということを証明しているのではないでしょうか。去年の9月19日本当に忘れもしない、あの戦争法を強行採決をして、そして多くの皆さんが野党は共闘、市民と共闘、その声が大きく広がって、私たち日本共産党も野党4党とそして市民の皆さんと共闘しよう、そして昨年の参議院選、今年の参議院選挙では1人区で共同の候補を全ての1人区で擁立することができた、それは素晴らしいことであり、そして11人が当選をした、こうやって市民と
野党が力を合わせれば政治は変えられるということをまさに示したのではないでしょうか。そして 1+1 が2ではなくて3にも4にもなるということも証明されたのではないでしょうか。そして先日行われました新潟の県知事選挙では、原発はもうダメだ、原発ゼロ、それを訴えた知事が当選をする。本当に自民党公明党は大丈夫って思っていたんです。しかし野党の共闘、そして市民の皆さんの意思がしっかりと力を合わせて、原発反対、その自治体がもう一つ生まれたということではないでしょうか。皆さん、この市民の力、そして野党の力を合わせて、安倍政権の横暴を一刻も早くやめさせようではありませんか。安倍内閣退陣のあのステッカーを高く掲げていらっしゃいます、この声を大きく広げようではありませんか。私夏休みに五島に、五島列島に行ったんですけども、そこの町の家に安倍政権許さない、そのステッカーが貼ってあったんです。本当に全国でこの声が広がっているということを実感しています。皆さん、それにしても安保法制、戦争法案、戦争法、本当に一刻も早く廃止させようではありませんか。この戦争法で今南スーダンではもう明らかに国連が南スーダンは戦闘状態になっているということも明らかではないでしょうか。安倍首相何と言ったでしょう。国会の中で永田町よりはスーダン危険だ、そんなことを言ってごまかそう、とんでもありません。稲田防衛大臣はわずか7時間の滞在で安全だ、そんなことが言えるでしょうか。皆さん、明らかに7月以降この南スーダンでは戦闘が行われています。そして多くの人たちが亡くなっています。さらに自衛隊の駐屯地のそばでも戦闘が行われました。この南スーダン、明らかに大統領派と副大統領派の戦闘が激しくなっているというのはもう誰の目にも明らかです。直ちに撤退させるということではないでしょうか。この撤退、多くの皆さんの世論で撤退させようではありませんか。そして新しい任務を付与する、そんなことはもう論外だと言わなければなりません。殺し殺される、その中に自衛隊員を放り込んでいいんでしょうか。自衛隊の皆さんは、多くの皆さんが正義感を持って、そして日本の国民の皆さんの暮らしを守りたい、日本を守りたい、その思いで自衛隊になった人大勢いらっしゃるんです。この新宿にも自衛隊の駐屯地があります。ですから小学校の子どもたちのお父さんが自衛官であるという子どもたちもこの新宿にも大勢いるんです。皆さん、集団的自衛権行使、これを容認すること自体おかしいではありませんか。日本のためにと思って自衛官になった人たちが、日本のためでもない、まさにアメリカと一緒に戦争を、海外で戦争に参加していく、こんなことはとんでもありません。しかも今は限定的な集団的自衛権の行使だと言っていますけれども、安倍政権は憲法を変えよう、とんでもありません。まさに憲法を変えて、9条を変えてしまう、それが安倍政権の狙いではないでしょうか。この日本国憲法、今の日本国憲法は第2章は戦争の放棄です。しかし自民党の憲法草案はこの戦争の放棄ではなくて安全保障、そう言ってそう変えようとしているんです。まさに草案の内容から見たら、明確に個別的集団的を問わず自衛権を無限定に認めさせよう、そして海外に行ってアメリカ軍と一緒に普通に戦争ができる国にしようということではないでしょうか。皆さん、こんなことは到底許すわけにはいきません。草
朝の根で多くの皆さんがこうやって全国で新宿で東京で活動をしています。この活動をもっともっと大きく広げていこうではありませんか。そして野党とそして市民の皆さん一緒に力を合わせて安倍内閣を打倒し、そして政治を国民の手に取り戻す、戦争で解決をするなんていうのはもうダメだというのは私たちはもう歴史の中から学んできたのではないでしょうか。きちんと話し合いをする、アジアでも南アジアの方、これはもうみんなで紛争が起こりそうになったら一生懸命近所の国で集まって何度も何度も話し合いを重ねています。だからこそ平和が保たれているんです。この日本だってそして北東アジアもこのように近所の国と本当にきちんと話し合いで解決していく、それこそ今の道であり、そして憲法を生かす、今の憲法を生かす道ではないでしょうか。憲法を守りそして生かしていく、この日本にしていくために私たち日本共産党も全力を尽くす決意も述べまして、この場での訴えとさせていただきます。共に頑張りましょう。自衛隊法の中に実際に協力を求めることができるということができるという、大山智子都議会議員、本当にどうもありがとうございました。力強い皆さんへの応援のメッセージですね。私たち市民運動への大きな応援のメッセージ、本当にありがとうございます。それでは大変お待たせをいたしました、民進党衆議院議員の厚鹿、明宏さん、いらっしゃいましたのでメッセージをいただきたいと思います。私は個人的には運動としては今この都心低空飛行の問題では本当に頑張っていただいております。では葛飾さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。またご通行中の皆様、少しの時間だけお耳をお貸しいただければ幸いでございます。今日は九条の会ですよね、Facebook の九条の会で憲法を守ろうという集会をさせていただいております。昨年の9月の19日の日に日本の憲法はある意味破壊をされました。これまで集団的自衛権の行使は憲法上認められない、そう法制局もしっかりと発言をずっと続けてきて見解を持っていたのにもかかわらず、それに全く反するような法律が強行採決という形で成立をしました。そして今年の夏の参議院選挙で残念ながら改憲をしたいという、そういう勢力が、ありがとうございます、3分の2を超えて衆議院もそして参議院も自民党を中心に憲法を変えたい、そういう議員で3分の2を占めることになってしまっております。私はこの日本国憲法全く変える必要がない、または加えるものがないことはないというふうには思っております。しかし今このタイミングで、そして安倍総理の下で改憲をする、そして彼が目指しているような改憲は絶対に阻止をしなければならないということを確信をしております。皆さん、この臨時国会が今開かれておりますが、この臨時国会で予算委員会が9月の後半から10月の初めにかけて行われましたが、生中継見てくれた方いらっしゃいますでしょうか。その中でですね、安倍総理は憲法について問われるとなんて言ったか知ってますか。今具体的な議論が始まってきたところだから、それは憲法調査会で話すことであって、私は見解を述べる立場にないということを言うんですよ。本当ですか。憲法の規定によれば、総理大臣をはじめ閣僚は憲法を遵守する、そういう義務があるわけです。まさに憲法は国の基本であるわけですから、それについて総理大臣が一体どういう見解を持っているのか問われて答えなければならない、
当然の義務であるにもかかわらず、その当然の義務をまごまかして安倍総理は全く正面から答えようとしないんですよね。とんでもないと思いませんか。で、我々野党の側は安倍総理に何を聞きたかったかというと、あなた自民党の総裁ですよね、自民党が出している憲法草案、あなたがこれ認めてるんでしょうと。自民党の憲法草案に何が書いてあるか分かってますか。基本的人権をないがしろにするような条項がいくつもあるんですよ。そういう条項が立憲主義にかなうのか、日本国憲法の精神にのっとっているのか、当然総理大臣だったら答える義務があると思いませんか。ないです。あるんですよね皆さん。それがですね、安倍総理、自民党の憲法草案あなたが出しているんでしょと、我が党の議員がね質問したら何て言ったと思います。間違いがありますって言って、憲法草案出した時の総裁は谷垣さんですから、私が出したわけではありません。子供じゃないんだからね、とんでもない言い訳をするんじゃないと、私は本当に失笑してしまいました。少なくとも今の責任者は自民党総裁は安倍晋太郎、晋三、あなたなんですから、あなたがきちんと今の憲法草案に対しての見解を答えるべきだし、国民に説明する責務があるというように思います。まあ、そんな総理大臣の下でこれから国会で憲法議論が進んでいくことになります。ただ、まあ、私が国会で安倍総理を見ていて感じるのは、まあ、安倍総理は憲法9条を本当は変えたいんだけど、それはすぐには無理だなと思っているわけですよね。さすがに3分の2で憲法改正の発議ができたとしても、9条を変えるということをダイレクトに国民に問うたら、さすがに過半数は取れないと、あの安倍晋三さんでも分かっていると思うんですよ。じゃあ何をしてくるかっていうことが大事であって、その安倍総理がやろうとしていることは、やっぱり私は緊急事態条項を作るということだと思います。この前もね、山陰で地震がありましたね、鳥取で。また地震があって、熊本でもあった、台風の被害もある。そしてこの首都東京でもいつ地震があるかわからない、そういう時に地震が来て混乱しないように、やっぱり緊急事態には一定程度国の方針を、国会を開かないでも政府が決めることができる。また選挙なんてやってる場合じゃなくなるから、国会議員の任期を延長にする、そういう条項を憲法に設けよう、そういう提案をしてくる可能性は非常に高いというふうに思います。そして多くの国民はそういう条項ができた先に何があるのかということがまだきちんと見えていないために、そりゃ災害があった時何かしとかなければいけない、地震があるかもしれないからそれに備えなければいけない、そう考えて心が揺らいでしまう可能性がなきしにしもあらずだということですね。ですから我々はこれからですね、しっかりと日本国憲法がこれまでこの国の平和と安全と発展にどれだけ寄与してきたのかということをきちんと国民にもう一回改めてお知らせしていくことが必要だと思いますし、何よりも変えたい人たちが言っている憲法はアメリカからの押し付けだというとんでもない発言については、しっかりと否定をしていかなければいけないと思います。
少なくとも今の日本国憲法は国民から選ばれた国会できちんと審議をして、皆さんもご存知の芦田修正というきちんとした修正を入れて可決をされたものが日本国憲法です。単なる押し付けではなくて、我々の先人たちが占領下の中でギリギリの駆け引きの中で作り上げたのが日本国憲法であって、そういう先人の努力を無にするような押し付け憲法論というものはしっかりと否定をしていかなければならないというふうに思います。そして9条があるとこの国を守れないという間違った考えをきちんと否定をしていこうじゃありませんか。我が国は攻められたらきちんと個別的自衛権で守れる、これは今の憲法でもずっと言い続けてきたことですよ。集団的自衛権というのは何かといったら、海外に行って外国が攻められている、その攻められた国を助けるために武力行使するのが集団的自衛権です。我が国の安全とは全く関係がありません。ぜひそのことをもっともっと広めていこうじゃありませんか。そしてこの秋にも南スーダンに駆けつけ警護で PK を派遣するということになりそうです。南スーダン PKO 5原則の停戦合意はされているけれども、戦闘行為が行われていて80人も人が死んでるんですよ。それを今の政府は防衛大臣はじめ、衝突はあったけど戦闘行為はないというわけのわからんこと言ってる。80人も人が死んでるところは安全なわけないじゃないですか。そこに平然と自衛隊を派遣をして駆けつけ警護をやらせるなんていうことは絶対に阻止しなければなりません。そもそも南スーダンに行く自衛隊は施設部隊です。土木工事やる人たちですよ。その人たちが今まで人を撃つような訓練したことがない、そういう人がたった2ヶ月の訓練で南スーダンに行かされる、こんな危険なことは絶対に阻止をしていかなければならないと思います。どうぞ皆さん、この国の平和憲法を、この理念をしっかりと今後も守り続けていって、安倍政権の下での間違った憲法改正をさせないように皆さんで頑張っていこうじゃありませんか。私も国会でしっかりと頑張ってまいりますので、引き続き皆さん共に戦っていきましょう。ありがとうございます。民進党衆議院議員初鹿さん、本当にありがとうございます。これまでお話をいただきました野党の皆様、それではもう一度このステージの方にお集まりをいただいて、ぜひ皆さんでこう並んでいただけますでしょうか。大山さん、安倍さん、野沢さん、そして初鹿さん、どうもありがとうございます。はい、では皆さん、カメラよろしいですか。カメラよろしいですか。皆さん、野党が力を合わせて今の政治の流れにストップをかけていかなければなりません。私たち市民もこの野党の皆さんの頑張りをきちんと市民として支えていきたいと思います。ガッツ、いいですか。もう一枚いきます。では、はい、ポーズ。手をつないでください。すいません、手を高く上げてください。ありがとう。それでは今度は、スタッフもちょっと中に入っていただいて一緒に撮っていただけますか。じゃあ実行委員会のメンバーちょっと前に出ていただけますか。業務連絡とか。記者各所、渡辺代表と、これ取ってもらって、どこまでだから、ここ真ん中だけでしたっけ。我々前にしゃがむ、じゃあ森田さん、じゃあ両手に離れないから両手に離れじゃないから、何のおかしいよ。ちょっと待って、おお、この作業の方は僕が見ちゃうから、せーの。
モデルは大変だな。よろしいですか。はい、それではどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは引き続きメッセージをいただきたいと思います。京都大学教授で学者の会でいらっしゃいます高山加奈子さん、おいででしょうか。安保法制についてお話をいただきたいと思います。それでは真ん中の方においでくださいませ。ご紹介いただきました。安全保障関連法に反対する学者の会呼びかけ人で京都大学法科大学院教授の高山加奈子です。今日は実は参加申し込みをしていなかったんですけれども、 Facebook 九条の会の森田代表のご声によりましてお時間をいただけることになりました。ありがとうございます。私たち学者の会は先日ですね、決起集会を行いまして、これからの これからいろいろな選挙も続いてまいりますので、学者の会としても頑張って運動を続けていくという決意を新たにいたしました。道路ご通行中の皆さん、そうなの、特に最近の報道などを見てもなんかおかしいなというふうに気づいている方が増えてきてるんじゃないかなと思います。先ほど葛飾議員のお話にありましたけれども、たくさんの人が亡くなっているのに衝突しか起こっていない、戦闘状態、戦争状態ではないなどということが政府から言われていますが、こんなことがおかしいのは子供でも分かります。一般市民を騙そうと思ってもそうそう長く騙せるものではありません。私の知る限り、政府はですね、もうずーっと前から南スーダンがどういう状態であるかということははっきり分かっています。外務省は直接あるいは間接的に現地からの情報を常時毎日得ておりまして、南スーダンが地球上で最も危ない地域の一つであるということは大昔から分かってるんですね。それにもかかわらずそこが安全であるなどというふうに、騙そうというまやかしの情報をずっとこれまで流してきたわけです。でもそれは革新的な嘘であって、人々に本当のことを知らせないという策略なんですね。で、私たちの多くはそれにもしかしたら今までは騙されてきたかもしれませんが、いつまでも騙され続けるわけにはいかない。おかしいじゃないですか、どう考えても。多分なんか一般の方々は特に政治学とか法学とか国際政治なんかについての専門的知識はお持ちではないと思います。でもそのような一般市民の頭で考えてもなんかおかしいんじゃないかと思うわけです。で、正しい情報、外国で何が起きているのかということについての情報が隠されたまま、またその他の重要な国際関係についての情報も流されないままに、どんどん一部の人の都合のいい政策が進められようとしています。 TPP についてもそうですよね。一体どういう内容なのかっていうのが全然説明されておらず、文書開示請求をしても真っ黒なものが出てくる。これがもう真っ黒に塗られているということ自体が自由で公平な国際競争を阻害する内容であるということを示しているわけです。それから経済につきましても、格差社会がどんどんひどくなっているんじゃないかという印象を持つ方が多いと思います。生活苦しいですよね。そして一部の人のお金儲けのためだけの政策が進められていって、日本の経済全体を見るとこれは縮小していってしまう。アベノミクスが失敗であるということは、IMF 国際機関も注意を続けてきているわけです。このまま格差社会の中で苦しい生活を送っている人たちがなんだかおかしいと思いながら、それに我慢して大きな声も上げられない状態を利用して奴隷のようにしていく、このような間違った政策が進められようとしています。私たち学者の会は国の安全保障ということを考えても、集団的自衛権の行使が日本の治安を悪化させる方向にしか働いていないということを言っています。イスラム過激派から敵対視されるというのは
アメリカなどと一緒に武力行使を始めれば、その危険がもっともっと大きくなることは明らかです。今国の安全を守るための一番いい方法は安保法制を廃止することです。それだけじゃなくて、その今いろんなところで日本で地震が発生していて、だんだん北上し、東に地震の地域がずれてきております。このまま、日本で原発がまた大事故を起こすようなことになれば、国全体が滅びてしまいます。本当の私たちの暮らし、命、安全のためにできることは何なのか。安保法制を廃止する、原発を廃止する、他の国で生きて日本にできないことはないと思います。私たち一人一人の声が一緒になって大きな力になっていけば、必ず、目指すものを実現できると思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは引き続きまして、九条の会の片岡芳雄さんからお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。新宿前、ご通行中、ご通行中の皆様、FB 九条の会のメンバーでもあります千葉県在住の片岡芳雄と申します。せっかくマイクを握らせてもらいましたので、市民として、どういうふうに今思っているかということをお話をしたいと思います。参議院選挙を頑張りました。野党も頑張り、私たち市民も頑張りました。しかし、結局3分の2というですね、憲法を変える発議ができるという力を自民党、公明党、それから改憲勢力と言われている維新が持ってしまっているというような政治状況になってしまいました。で、ずっと去年からですね、安保法制が成立しようというところから、いろんな反対運動を続け、デモをし、集会に出というようなことをやってきましたし、選挙では野党候補改憲に反対する、それから安保法制廃止を願う、そういう野党候補に支援をするということをやってきたわけですけれども、叶いませんでした。今安倍内閣はなんとか憲法を変えようと、憲法審査会を動かそうとしています。とにかく憲法を変えるという実績をまず作るというところに力点を置いていますけれども、簡単に憲法が変わるんだということをさせてはいけない。少なくとも自民党改憲草案、いや、あれは一回棚上げにするんだとかですね、そういうような話はあるんですが、あの内容を読む限り、自民党、これは全く信じることができません。九条を変えないとしても、自民党改憲草案による98条、99条というところに、緊急事態条項というのが入っています。この緊急事態条項というのはですね、自然災害が起きたと、そういう時に、これは普通に法律を作っていたんじゃ間に合わないから、内閣が法律と同じ効力を持つ命令を出せるんだと、そしてその命令に誰もが従わなくちゃいけないんだと、そのことによって、震災ですとか災害に遭った人は救われるんだということを言っていますが、立派な震災に対する備え、災害に対する備えというのは通常の法律ですでにできています。そして法律がすでにありますし、東日本大震災の被災地の首長に対するアンケートによりますと、いいですか、アンケートによりますと、必要なのは中央からの指示命令ではない、むしろ機動的に被災地が動けるための文献こそが必要であるというふうにアンケートで答えています。つまり緊急事態条項というのは災害時にということを項目の一つに入れていますが、全くそれは当たらないというのが、被災された
地域での話です。そしてあとは外国からの攻撃の場合とか、それから、政情不安、国内の政情不安というようなことを入れていますが、これはまさに何か内乱のようなものが起きたら、緊急事態条項で、総理大臣が独裁をしてしまう、そういうことに道を開くものです。緊急事態条項をはじめとした自民党の改憲、このようなものを安倍政権下で認めることはできません。市民が力を合わせて政治にプレッシャーをかけていきましょう。以上です。それでは引き続きまして、九条の会の森田さんから緊急事態条項集団的自衛権についてお話しいただきたいと思います。お願いします。ご通行中の皆さん、お騒がせします。安倍政権は2016年3月29日に集団的自衛権行使が可能になる安全保障関連法制を施行しました。集団的自衛権行使は憲法改正という手段を取らざるを得ない。これが歴代自民党政権の戦後一貫した憲法解釈です。吉国一郎元内閣法制局長官は田中内閣の時の1972年9月14日に憲法9条をいかにどう読み込んでも集団的自衛権というものを読み込むことができないと言っています。そして角田礼次郎元内閣法制局長官も1983年2月22日に集団的自衛権行使を明確にしたいという考え方があるが、それは憲法改正という手段を取らざるを得ない、このように述べています。歴代の自民党の首相たちは主義主張を超えて権力を守るべき 憲法を守るべき首相として、集団的自衛権は憲法上許されないとしてきました。岸信介元首相も1960年2月10日集団的自衛権参加は憲法上許されない、これは当然であると言っています。中曽根康弘元首相も1983年集団的自衛権参加は憲法が許さない、このように言いました。小泉純一郎元首相も2004年2月27日の参議院本会議で憲法について解釈の分かれることは正々堂々と憲法改正の議論をするのが筋であると言っています。安倍政権の安全保障関連法は憲法を改正しなくてはならないものを憲法を解釈で曲げて2本立ての憲法違反のもので、国民の 80% が反対する中、議事録のない採決というありえないことをやって強行したものです。安全保障関連法は日本の国を守るためのものではありません。2005年10月29日の小泉政権の時の2プラス2合意文書、日米の外務大臣防衛大臣クラスの4閣僚の合意文書にあるように、平時から有事まで米軍を切れ目なく支援するためのものです。安倍政権の言っているように日本の国を守るためのものではありません。安倍政権は必要最小限度の自衛権に集団的自衛権が入るという説明をしました。しかしこれは2004年1月26日の衆議院予算委員会で安倍首相が秋山治元内閣法制局長官に否定されたものです。そして平和の党だった公明党の二見信明元副委員長も1986年
3月5日の衆議院予算委員会で必要最小限度の自衛権とあるが、そこに集団的自衛権が含まれるようなひっくり返し解釈は将来可能かという質問をして、茂木隆元内閣法制局長官に必要最小限度の集団的自衛権などありえないと一蹴されているものです。そして安倍政権の言う集団的自衛権合憲の論拠、1972年10月14日政府答弁書、結論は集団的自衛権は憲法上許されないって書いてあるんです。そして横畑雄介内閣法制局長官は1972年政府見解を作った実務担当者の頭の中に集団的自衛権を認める考え方があった、こう言いましたけど、当時第一部長だった角田礼次郎元内閣法制局長官に否定されているんです。安全保障関連法は日本国憲法の下で我が国を攻撃する意思のない他国に対しての自衛権行使、すなわち国際法違反の先制攻撃を認める、そして小泉政権の時の武力の行使の一体化であるとした発進準備中の戦闘機などの弾薬の提供などの兵隊支援を認める、そして日米安保条約を超える自衛隊法第95条の2の米軍武器防護を認める、 PKO 法に改正においては従来の PKO 5原則を超えてしまって国連の主管しない治安維持活動駆けつけ警護を認めるというものです。稲田朋美防衛大臣は憲法をいかにこの法案に適用させるかと言いました。今までの自民党政権は主義主張はあっても憲法というものの存在というものをちゃんと考えてきました。しかし安倍政権は磯崎陽介元首相補佐官のように法的安定性は関係ない、こんな無茶苦茶なことを言っているんです。憲法違反の安全保障関連法に対して野党のみならず自民党の改憲派の OB たちも反対の声を上げました。山崎拓元自民党副総裁、自民党の防衛族のトップだった方です。しかし彼も解釈改憲はやってはならない、平和主義というものを守り抜かなければいけないと言いました。そして自主憲法制定論者だった村上正邦元参議院会長、憲法を解釈でねじ曲げる安倍首相はけしからん、アメリカの言いなりになって海外派兵することは将来必ず禍根を残す、このように反対をしました。亀井静香元建設大臣、国民の信を問わなきゃいけないことは子供でも分かることだ、安全保障関連法は自衛隊員や命を危険にさらし国民の命も危険にさらすものです。箕輪昇元郵政大臣、自民党の防衛族の高派の方でした。しかし箕輪昇元郵政大臣、自衛隊員の命を守るために小泉政権の時にイラク自衛隊派遣の差し止め訴訟を起こして、そして自衛隊員の命を守ろうとしたんです。しかし安倍政権どうでしょうか。安倍首相は国民の命を危険にさらすようなことをやっておいて日本のためにこの自分の命を投げ出す覚悟あるかと答えられ言われても答えることもできませんでした。稲田朋美防衛大臣、憲法を無視するようなことをやって自分の子供だけは戦争に行かせたくないと言ってるんです。覚悟のないそのような政治家が失格であることは言うまでもないことだと思います。民主主義と平和主義というものを守るには右も左もありません。日本を戦後の平和主義と民主主義を根幹から破壊する安倍政権は保守でも何でもありません。憲法を蹂躙する安倍政権を終わりにし、そして憲法違反の安全保障関連法を廃止にして何としても平和主義を守り抜きましょう。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、お待たせをいたしました。民進党の、参議院議員でいらっしゃいます小西博之さん、お見えになっておりますので、ぜひ一言いただきたいと思います。あるたまえの皆様こんにちは。私は民進党の参議院議員の小西博之と申します。選挙区は千葉県なんですけれども、学生時代東京で過ごしておりましたので、まだ笑っていいともやっていた時代ですね。このアルタ前のスタジオに入りたくて並んだこともございました。今日はアルタ前に来たのはもう10年ぶりぐらいかもしれません。しかしこの10年間私たちの社会、安倍総理によって今日も少しこう青空の広がる空ですけれども、本当に今青空の下で起きていることなんだろうか。私たちの社会で本当にこんなに信じられないようなことが起きているんだろうか。それが今安倍政治の実態でございます。昨年安倍総理が強行採決をした安保の法律、これまでと決定的な違いがあります。集団的自衛権は政治家が起こす戦争なんです。安保の法律によって私たちのような国会議員、そして安倍総理といった総理大臣の判断だけで戦争を起こせる国に今私たちの国がなってしまっている。それがこれまでとの決定的な違いです。集団的自衛権は本当に日本の国民の皆さんの命を救うために必要ではない戦争、同盟国のアメリカを助けるための戦争に政治家が判断をして戦争を仕掛ける、それが集団的自衛権です。戦争を仕掛ければ必ず反撃を受けます。その結果この平和な新宿の街が攻撃されるかもしれません。またこの平和な新宿の街がテロの攻撃を受けるかもしれません。私は実は2003年、アメリカがイラクに攻め込んだイラク戦争の時にニューヨークに住んでいました。ニューヨークの街の中にもタイムズスクエアといったように、この新宿のアルタ前のようにこの華やかな繁華街があります。しかしアメリカ軍がイラクに侵攻を開始したすぐに、そのアメリカのニューヨークのタイムズスクエア、日本でいうとこの新宿のアルタの街のこのアルタ前です、あっという間に人がいなくなってしまいました。なぜでしょうか。圧倒的な軍事力のアメリカがイラクに侵攻して、あれよあれよという前にバグダッドを陥落させました。しかしいつアメリカの本国で反撃のテロがあるかどうかわからない、そのことをアメリカの街中が警戒するようになるんです。テロの危険を警戒して街中に人が出なくなる。この今新宿の街にもたくさんの商店が並んでいますけれども、商店にお客さんが来なくなります。このロータリーの反対側にはタクシーがたくさん並んでいますけれども、タクシーの運転手さん、ニューヨークの街、黄色いタクシーなんですけども、お客さんが入らない、タクシーのお客さんが乗らない、繁華街に人が出なくなる、そんなことが何年も続きました。そんな街に、そんな社会に私たちの国をしていいんでしょうか。もしそうした社会にしても構わない、市民の皆さんじゃなくて私のような国会議員や安倍総理という総理大臣の判断だけで戦争を起こせる国、安保法制の集団的自衛権、そうした国にしても構わないと本当の市民の皆さんが思うんであれば、それは憲法改正の国民投票で決めましょう。それをしてもいないのに安倍総理と自民党と公明党の国会議員だけで、政治家の判断だけで戦争を起こせる国にしてしまっていいんでしょうか。そのことが今私たちに問われているわけでございます。しかも実はこの安倍総理が強行した集団的自衛権、60年間安倍総理以外の全ての総理大臣が憲法9条の条文を変えない限りできない、そう国会で答弁をしていたのが集団的自衛権なんです。60年以上全ての総理大臣が国会で憲法9条の条文を変えない限り集団的自衛権はできないと言っていたのに、安倍総理は条文を変えずに解釈変更だけで可能にしたんです。インチキ臭いですね、嘘臭いですね。
インチキなんです。実は安倍総理の集団的自衛権の解釈変更はとんでもないインチキペテンによって行われているんです。実は先月9月の19日安保法制が強行採決されて1周年でした。9月19日の朝日新聞の社説で、朝日新聞社の自らの見解で、憲法学者が違憲と言ってるからではない、朝日新聞という新聞社が社論をかけて安倍総理がやったことは憲法違反である、初めての社説の記事が先月の9月の19日載りました。そして翌日の9月の20日東京新聞の社説もそのインチキを真正面から報じました。どんなインチキなんでしょうか。ちょっとご説明をしましょう。今私が左手に持っているちょっと茶色びたですね、古いペーブあの紙があります。アルタの街に似合わないですね。アルタの街には似合いませんけれども、この古いペーパー、今から44年前の当時の田中角栄内閣が作ったこの政府の文書、この紙切れたった1枚で、実は今私たちの社会は集団的自衛権ができる社会になっているんです。わかりやすく言えば、この紙切れたった1枚で、今私たちの社会は私のような国会議員や、そして安倍総理といった総理大臣、政治家の判断だけで戦争が起こせる国になっているんですね。この紙の名前は今から44年前、昭和47年です。昭和47年に作られた政府の憲法9条の解釈文書、昭和47年政府見解という名前の文書です。この文書の中に集団的自衛権が合憲と書いてある。この文書の中に集団的自衛権が合憲と書いてあることを発見した、それが実は安倍総理の2年前の解釈改憲の合憲の理由なんです。これしかないんです。この中に合憲と書いてあることを安倍内閣は発見したから憲法違反じゃない、それが唯一の安倍内閣の集団的自衛権合憲の理由なんです。しかしこの文書ですね、ハンコついてある人がいるんですね、あの前の方がご覧いただけると思いますけども、作った人たちがいるんですね。当時の田中角栄内閣の法制局長官、吉国法制局長官たち3人がハンコをついて国会に出した文書がこの47年政府見解なんです。この中に安倍総理は集団的自衛権が合憲と書いてある、それがただ一つの安倍内閣の合憲の根拠なんですけども、実は作った吉国長官が作るきっかけになった国会答弁で、集団的自衛権は絶対できません、集団的自衛権は憲法9条読んでも読み切れません、日本は9条の下で個別的自衛権しかできません、集団的自衛権は絶対できませんと何度も何度もたった作る3週間前に言って、それで作って国会に出した紙がこの昭和47年政府見解なんです。つまり作った人たちが作るきっかけになった国会答弁で全否定している、集団的自衛権を全否定している文書の中に集団的自衛権が合憲と書いてある、そんなインチキを安倍総理は言ってるんですね。このこと今まであんまり新聞が報じてくれませんでした。今私が手に持っている週刊金曜日という雑誌がですね、今年の6月これ表紙にして報道してくれました、参議院選挙の前です。そして今年の9月朝日新聞の社説が、そして東京新聞の社説が、実は7月には共同通信の社説級の大きな記事でも訴えてくださっております。そして今ですね、ようやく憲法学者の皆さんもこのことをおっしゃってくださるようになりました。憲法学者の皆さん、安倍総理の安保の法律違憲だろうと、まあ当たり前なんですけども、ただ安倍総理の主張を真正面から論破しないといけないんですね。安倍総理が合憲と言ってるただ一つの根拠、この古い文書の中、集団的自衛権書いてない、違憲だと書いてある文書、そのことを市民の皆さんにですね知っていただいて、市民の皆さんと一緒に声を上げさせていただきたいと思います。最後に一言、集団的自衛権を発動すれば自衛隊員は必ず戦死します。自衛隊は18歳の若者から自衛隊員になれます。18歳の自衛隊員がたくさんいます。私の選挙区の地元千葉県の陸上自衛隊の駐屯地、海上自衛隊や航空自衛隊の基地、18歳の自衛隊員がたくさんいます。集団的自衛権、
こんなインチキ作った人たちが集団的自衛権を違憲と言っている国会答弁、それをもとに作った文書に集団的自衛権が書いてある、そんなインチキペテンが安倍総理の解釈会見のたった一つの合憲の根拠なんです。こんなインチキで私たちの社会を政治家が戦争できる国にしていいのか、そしてこんなインチキのもとで18歳の自衛隊員を戦死させていいのか、そしてこんなインチキのもとでこの平和な新宿の街、アルタの街が敵を攻撃すれば、相手を攻撃すれば必ず反撃を受けますってのの攻撃を受けます、そんな危険に脅かされる、そうした街にしていいのか、そのことが今問われているわけでございます。どうか今私たちの社会、多分世界の歴史でも例のない本物のクーデターが今日本の政治には起きています。政治家が国民の皆様の、主権者の皆さん、国民の皆様だけの持ち物である憲法をインチキで改変して、国会議員数の力で自民党公明党で強行採決をして法律を作る、これクーデターです。こんなクーデターの政治を絶対許してはいけない。かつてこの新宿の新たな街の前で、すいません、高校の待ち合わせもしました。そして歌舞伎町でたくさん同期の仲間、あるいはサークルの仲間と飲んだくれていました。そうした平和な楽しい新宿の街を市民の皆様と共に取り戻す、そのことをどうかお訴えをさせていただきまして、私参議院議員小西宏之からの訴えとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。皆様頑張りましょう。小西さんどうもありがとうございました。集団的自衛権の嘘をこれほどきっぱりとすっきりと、見抜いていただきましたところで、今日の主催者の一人であります、森田さんと一緒にちょっと、Q&A あるいはちょっとやり取りをしていただければなと思いますので、ちょっとマイクをまたお返ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、まず1972年政府見解、10月14日の政府資料のところなんですけど、やはり吉国一郎元長官が1972年9月14日に憲法9条をいかにどう読み込んでも読み込むことができない、こう言っておられるじゃないですか。はい、でこの集団的自衛権が憲法上許されない、これが72年政府見解の結論ではないんでしょうか。はい、この1972年昭和47年政府見解の結論は集団的自衛権がはできないということですし、これを作った動機、作った吉国長官たちの憲法9条の解釈も集団的自衛権は絶対にできないと、そういう考え、それを安倍総理は40年後にインチキで集団的自衛権ができるというふうに、ね、読み替えてるんですね。はい、そうですよね。とんでもないペテンです。そしてこの確か小西議員は2015年の8月3日の特別委員会か何かで、横畑裕介内閣法制局長官に1972年政府見解について正されていると思うんですが、私の記憶している限り横畑さんもペテンをやったと思ってるんですが、その辺のやり取りを教えていただけますか。8月の3日ですね、去年の安保国会なんですけども、私は横畑法制局長官ですね、本当は法制局長官というのは法の番人と言われて尊敬されている方なんですけども、残念ながら横畑さんは両親を売ってしまってですね、今安倍総理の顧問弁護士というふうに霞が関の官僚の皆さんから嘆かれているんですけれども、はい、私が横畑長官に聞いたんですね、はい、これ47年見解作った吉国長官たちは安倍総理の論法だと作るときに集団的自衛権が合憲だという理解でこれを作ったということになりますけど、その通りでいいんですかっていうふうに聞くとですね、はい、吉国長官も答えられないので最後追い詰められるとですね、はい、吉国長官たちは当時集団的自衛権が合憲だという頭を持って、はい、その頭の中身をこの中に書き込んでいるんですということを言いました。でもおかしいですね。おかしいですよね。60年間、はい、あらゆる内閣、あらゆる総理大臣が集団的自衛権は違憲って言ってたのに、この吉国長官たちだけが突然変異を起こしたことになるんですね、この瞬間だけ。はい、だって吉国長官の9月14日の答弁、はいはい、角田長官の83年2月22日から言って、そしてさらに真田法制局法制次長も
5月12日に同じようなことを言ってますから、統制局のトップ3ができないっていうものがどうやってできるのかと思うんですが。はい、おっしゃる通りですね。この47年見解なんですけど、反抗してる人、作った人たちが3人いるんですね。3人とも内閣法制局の幹部なんですけども、その方々が作るきっかけになった国会答弁、また作る前の国会答弁、そして作った後の国会答弁で、集団的自衛権は絶対にできないっていうふうに言ってるんですね。ところが安倍総理はこういう古い紙は今頃持ち出しても誰もそのこと気づかないだろうと思ってですね、この中に集団的自衛権が合憲と書いてある。それが安倍内閣の唯一の2年前の解釈変更の合憲の根拠なんですね。なんで日本の国会がですね、まともな議会政治だったらもうとっくに安倍内閣終わってるんです。そうですよね、終わってるんですけれども、残念ながらですね、今はもう議会が議会として機能してないんですね。実はちょっと私嫌いにならないでいただきたいんですけど、私元官僚だったんです。昔総務省というところで働いていた官僚だったんですけれども、はい、私も官僚答弁というお叱りを受けながらですね、こう大臣答弁のもととか作ってたんですけども、ただその時は一応ですね、聞かれたことにはちゃんとある程度答えようっていうので作ってたんですね、はいはい、ところが今安倍総理のもとで作られている国会答弁って、聞かれたことに答えてはならないという答弁なんですね。聞かれたことをごまかすと。で、特に憲法解釈とか法解釈はもう理屈にならないことを言ってごまかせと、時間稼ぎをしてその答弁に質問逃げ切れという答弁しか作られてないんですね、はい、だから実は議会政治が崩壊してるんです。実はですね、この安倍総理との戦いは、この違憲の安保の法律を廃止するだけでは終わらないんですね。安倍内閣の下でやった国会答弁、そして安倍内閣の下で作った政府の憲法解釈などの文書、これ全部破棄してやり直ししないと日本はもう法治国家に戻れないんです。議会政治に戻れないんです。これ現職の国会議員がそう言ってるんで、ここはぜひですね、受け止めていただきたいんですけども、こんなめっちゃくちゃな国会答弁で国会やっていいんだったら、それ国会じゃないですよ。それおっしゃる通り、それ小学校の学級崩壊よりひどい。それが今の安倍政治の実態なんですね。どうかちょっとそのことを市民の皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。議事録のね、書き換えたとか、はいはいはい、特定秘密保護法と同じくテロの隊長、そうですね、佐藤正久参議院議員の鎌倉採決とか、そうですね、今までのことは絶対こんなことなかったと思うんですけど、どうですか。そうですね、私も1年前の安保法制で比叡の佐藤隊長にぶん殴られるところまでやりましたけれども実は私も憲法違反の法律なので、もう殴る蹴る以外は何やっても止めようと思って臨んだんですね、はい、ただやっぱり殴る蹴るやったら立法府言論の府ですから、はい、殴る蹴るまではと思いながら、ただ殴る蹴る以外のことは何でもやって絶対止めてやると思って委員長席のマイクを奪ってですね、はい、で最後違憲の強行採決のその小室池委員長が持っていたですね、強行採決のこの読み上げ原稿を奪いに行って、それでぶん殴られたんですけれども、はい、ただ小室池委員長は人間鎌倉の中にいたんですね、はい、で国会法の中で 法律の法案を採決するときは委員長が自分の目と自分の頭で過半数の議員が賛成していることを確認しなきゃいけないって国会法に書いてあるんです、はい、ところが私がこれ奪いに行ったときにですね、強行採決の読み上げ原稿、河野委員長は鎌倉の中にいましたから委員会の中のこと見えてないんですね。これだから国会法違反の違法な採決、だから安保法制の採決って 無効なんですね。無効なんです。そうですよね、無効なんです。でしかもヒゲの隊長を傷害かなんかで訴えることだってできるんじゃないですか、小西さん。訴えてもテロの隊長をちょっとまあ、訴えてもいいんですけど、それよりもですね、はい、訴えてもいいんですけど、はい、それよりも国民の皆さんの憲法をですね、はい、やっぱ取り戻すのが、はい、先だということで、ちょっとそっちの活動を頑張ってやらせていただいていたんですけれども、はい、ただですね、本当に今日差しが降り注いできましたけれども、国民の皆さんの憲法がインチキで変えられて、それを国会で議論もせずに与党の議員は無視をしてですね、数の力で強行採決をする、もうこれ民主主義じゃないですよ。北朝鮮とか中国の政治の悪口言えないですよ。おっしゃる通りです。何なんでしょうか、私たちのこの今の議会政治はということをですね、ぜひ市民の皆さんと共に声を上げたいと思います。わかりました。あと最後になんですけど、やはりこの安保法制なんですが、安倍政権のように日本の国を守るのではなく、2005年の10月29日の2プラス2米軍支援法というふうに理解してよろしいでしょうか。安保法制が政策的に必要がない、
集団的自衛権も後方支援も必要ない、それをしなければ国民の皆さんの命や日本の国益が守れないというわけでは決してない、かつそれをしなければ安倍総理が言うように日米同盟が壊れることなんてないっていうのは実は安保国会で完全に論破してるんですね。で、安保国会の一番最後には安倍総理はホルムズ海峡の事例ですね、地球の裏側でアメリカとイランが戦争していてアメリカ助けのために日本が集団的自衛権やるというホルムズ海峡の事例で、いや、ああいうようなことは起こるとは考えていませんって言ったんですよね。いや、これ実は憲法違反なんですよ。9月15日に起こるはずのないことを理由に憲法を変えて法律を作ったらこれ憲法違反になるんですよ。これ立法事実がないっていうちょっと難しいことなんです。憲法違反なんですよ。そんなことが平気でまかり通ってるんです。だから安保法制は違憲だし政策的にも必要はありませんので、どうかそこはですね、市民の皆さんご安心いただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。皆様頑張りましょう。ありがとうございました。民進党から小西洋之参議院議員、そして森田隆さんの対談形式で、集団的自衛権、安倍政権のやっていることのデタラメさを非常に明確に分かりやすく、お話をしていただけました。本当にその通りだと思います。ありがとうございました。本当にありがとうございました。小西さんもお疲れ様でした。では次にもう一つ私たちに迫っている重大な問題があります。 TPP の問題です。これは私たちもう批准強行採決で批准をするとどっかの何とか大臣が言ってますね。強行採決が当たり前になってきたんでしょうか、この国は。そうじゃないと思います。 TPP の問題が日本にどんな影響を及ぼすか、 TPP についてお詳しい太田区議会議員那須理恵さんにお話しいただきます。那須理恵さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。TPP、どうも28日に強行採決されてしまうのではないか、こんな風に、言われてきています。皆さん TPP どんな状況を作ろうとしているかご存知でしょうか。TPP というのは、グローバル化、経済のグローバル化などと言われている中で日本がやらなければいけないことという形で私たちはいろんなところで説明を受けているわけですけれども、規制緩和、経済競争をするときに邪魔になるルールをなくしてしまおうというのがTPP なんです。皆さん例えば工場で何かを作ろうとするときに大きな音を出してはいけないという決まりがあります。そうすると大きな音を出さないために、目の前に工事している場所がありますけれども囲いを作ったり、あるいは大きな音を出さないような機械を使うという工夫をしなければなりません。そういう配慮をするということはお金がかかること、コストがかかること、時間がかかることになります。そうすると工場では利益が少なくなるから、いろいろなルールを守るということにはコストが伴って経済効率が悪いという、そんな考え方をすることができるんです。例えば働く私たち会社の経営からするとたくさんお給料を払うのと少ししか払わなくていいのとではどちらが会社の経営にとってはいいんでしょうか。会社の経営にとってはその場で働く人たちのお給料は安い方が会社の利益になります。経済の問題というのは会社を経営する人と
そこで働いている私たちと2つの見方があるんです。そして TPP というのは経営している人たちにとって少しでも利益を大きくしようということで、守らなければいけないルールをなくしていくというのがその本質です。ですから一旦従業員を雇ったらなかなかクビにすることができないというのが今までの日本の労働関係の法律でしたけれども、この法律をなくしていけば経営者がちょっと人が多いなと思うときに簡単に首を切れるようにする、あるいは会社がさまざまな形で守らなければいけない環境基準、安全基準、こうしたものも守らなくていいようにすれば、結果として誰が大きな利益を得られるかといえば会社を経営している人、これを株主というわけですけれども、その人たちの利益が大きくなるわけです。 TPP というのは経済のため、経済のためと言われていますが、ここにいる多くの私たちにとって期待する経済というのはお給料が上がって、そして安定した仕事を得られるということではないでしょうか。でも働く者にとってのお給料が上がり安定した仕事が得られることは、一方で経営をする人、株を持っている人にとっては多大なコストがかかるという、そんな見方もすることができます。 TPP が行おうとしていることは、会社を経営している人、機関投資家と言われているたくさん株を持っている人たちがより配当をたくさん得られるようにする、そんなルールを作ろうということです。規制は法律でできています。規制を緩和するということは法律をなくすということです。法律をなくせば無法地帯が広がります。無法地帯は弱肉強食です。弱肉強食の世界、無法地帯の世界は自己責任の社会です。皆さんどうでしょうか。何か心配があったとき、政府や自治体が私たちを助けてくれるという、そういう感覚があるでしょうか。私たちはいつも何か起きたときに自分でどうにかしなければならないという、そうした切羽詰まった気持ちで毎日を生きているのではないでしょうか。どうしてこんなことが起きたのかといえば、本当だったらさまざまな法律などで私たちを守らなければならない国や地方自治体がその責任を放棄するようになっているからです。その国や自治体が責任を放棄することを何というかといえば、それが規制緩和なんです。皆さん、規制緩和は規制改革と言われていてかっこよくていいことのように思っていますが、結果として私たちを守ってくれていた数々のルールがなくなり、無法地帯が広がり、自己責任の社会になるということです。今日はその中の一つ、羽田空港の飛行ルートの変更の問題をお話しさせてください。羽田空港は長い歴史的な経緯の中で、飛行機が離陸するとき、着陸するときは海から入って海に出るというルールがありました。このルールを守っていることで、この新宿の上も今は飛行機が飛んでいません。ところがこれをオリンピックのため、豊かな経済のためにということで、
都心上空を低空で飛行機を飛ばそうとしています。安全の問題、騒音の問題、たくさんの心配があります。この新宿の上もほんの数百メートルで飛行機が飛ぶようになるかもしれません。特に心配なのは着陸の時に車輪を出すことがありますが、その拍子に部品や氷などの落下物が落ちるという問題です。成田空港では今も毎年数件車輪を下ろす拍子に部品や氷が落ちています。ちょうど渋谷や新宿などのあたりで飛行機が飛び車輪を下ろすことになれば、空から飛行機の部品や氷が落ちてくるかもしれないんです。こんな危険なことをどうして政府は行おうとしているんでしょうか。少しでもコストを下げ、少しでも便数を増やし、そして航空会社の利益になるなら、私たちの安全や命や環境などどうでも構わないという、こんな状況が起きているからで、その根本にあるのが28日国会で強行採決しようとしている TPP の問題です。 TPP は私たちの暮らしと無縁ではありません。それどころか本当に密接な関係があります。働くこと、子供を育てること、年をとっても地域で暮らし続けること、こうした一つ一つの問題の根本には国や自治体の責任があり、私たちの暮らしを守る法律があります。その法律をなくし、経済利益を最優先する TPP は絶対に成立させてはならないと思っています。今日は羽田空港の飛行ルート変更のチラシもお持ちしておりますので、ぜひ手に取っていただき、署名もご協力いただきたいと思います。聞いていただきまして本当にありがとうございました。はい、ナスリアさん、ありがとうございました。 TPP のお話、分かりやすく説明していただいてありがとうございました。では森田さん、いらっしゃいますか。はい、います。森田さん、出番です。はい、はい、お待ちしていました。はい、皆さん、こんにちは。自民党の改憲草案というものをお読みになったことはあるでしょうか。自民党は改憲を当然にはしていましたけども、自民党改憲草案のように立憲主義を否定し、憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義というものをないがしろにしているのが自民党の改憲草案です。自民党改正憲草案の全文というものを見てください。我が国は長い歴史を持って国であって、被害を持って国土を守り、家族を和を持って道徳のようなことが書かれているんです。憲法というものは国家の権力というものを縛り、国民の権利を守るためのものであります。このそれにそのそこの場において道徳のようなものが書いてあるのが自民党改憲草案なんです。憲法に対して書くべきものでないものが書いてある、そういうふうに理解していただければと思います。そして第1条、天皇陛下が元首になります。この国の主権者は国民であります。天皇陛下は元首であって、102条
第2項主権者である天皇陛下は憲法を超えている存在だから、現行憲法第99条にあるように憲法擁護尊重義務の対象外なんです。天皇陛下が原始であり絶対であるというのであれば、安倍首相は天皇陛下が原始を予定している、天皇陛下が平和を守れというなら、そのようなことにちゃんと守らないということが戦前でいう不敬罪に当たるようなことです。そして自民党の改憲草案、基本憲法の要諦である最高法規第97条基本的人権の本質が丸ごと削除されています。憲法第111条の基本的人権の共有の内容を重ねて書いてありますけども、最高法規ここに入れることでそれを再確認している、そういったものが取っ払われているのが自民党改憲草案です。そして国民の権利というものが現行憲法下で守られているものが、つまり今は公共の福祉という概念になっているものを公、公益及び公の秩序という名前の下で大幅に制限されているんです。今までの自民党は改憲は当然にはしていました。しかしそれは9条を変えて普通の国にするというものであって、国民の権利というものを縛るような発想はなかったんです。自民党を支持している方々、小泉政権の時の2005年の自民党改憲草案と谷垣貞一元幹前幹事長が総裁として策定した自民党改憲草案2012年4月27日とどれだけ違うかということをよく読んでいただければと思います。自民党改憲草案第98条から99条、緊急事態条項というものがあります。緊急事態条項は内閣総理大臣が緊急事態ということを宣言すれば、国会が開かれていても法律と同じ政令というものが指定できる、そして主権者である国民がそれに従わなきゃいけない、言うまでもなくこの国の国権の最高機関は憲法第41条にあるように国会なんです。国会が開かれていても国会を無視して法律と同様の政令を指定できる、そしてお前たちはこれを守れ、こんなのが憲法と言える代物ではありません。そして102条第1項、ここは主権者である国民に憲法を守れって書いてあるんです。主権在民民主国家であれば憲法を守らなきゃいけないのは安倍政権なんです。しかし憲法をないがしろにする安倍政権、憲法を解釈で変えたり違憲立法で民意を無視してやりながら、主権者である国民に憲法を守れ、こんな無茶苦茶なものはありません。そして憲法9条の2で内閣総理大臣を指揮官とする国防軍が設置され、9条の2の4では特定秘密法がビルトインされ、9条の2の5では軍法会議、これが設置されるんです。殺し殺される軍隊なるフルスペックの集団的自衛権行使が認められるというものです。このように自民党の改憲草案は現行憲法と全く違う、主権者である国民が憲法を守らなきゃいけない、このようなことは過去どんな自民党政権も考えもつかなかったことなんです。皆さん、憲法9条とはどのように作られたんでしょう。安倍政権の言っているように
押し付け憲法ではありません。憲法第9条は1920年代から外務大臣などを歴任した篠原喜十郎元首相が GHQ に提案して、そして成文化されたものです。そして GHQ が参考にしたものは鈴木康三さんなどの日本人の手の草案なんです。決して安倍政権のように押し付けの憲法ではありません。日本は1945年8月15日ポツダム宣言を、国体の護持を維持する、これだけで丸呑みをしました。占領されてしまった国が無条件降伏して天皇制を維持することだけを条件にした国が、そんなことをとやかく言える立場でもないんです。そして戦後この国が平和であったのは憲法9条があったからです。9条があることによって日本は戦争に巻き込まれることはありませんでした。加藤浩一元幹事長は憲法9条が戦後の日本を守ってきたと言いました。野中広務自民党幹事長も憲法9条があったから戦後の日本が平和であったんだ、このように言ってるんです。自民党改憲草案は今までの自民党にない発想のものであって、主権者である国民が憲法を守らなきゃいけない全権委員法というべき緊急事態条項もある。そして102条第1項で国民の憲法を守れと言われる、殺し殺される軍隊になる9条の2もある、このような憲法といえる代物ではありません。何としても戦後の日本の民主主義と平和主義を守るために、この安倍政権の下での日本国憲法を変えさせてはなりません。何としてもこの平和主義憲法9条というものを残してやっていかなければなりません。田中角栄元首相は1972年自民党総裁選に立候補した時、我が国は軍事大国の道を目指さず憲法9条をもとにした平和外交を進めると言いました。この平和主義というものを守り抜けるために声を上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこの森田さんの話に引き続きまして、今社民党の福島みずほ党首なんですけれども、福島みずほ参議院議員が駆けつけてくださいました。それでは引き続きまして自民党の会見、今会見しようとしています。会見というより解約だと思いますけれども、会見をしようとしています。そのことについて、森田さん、そして福島みずほさん、そしてラスリエさん交えて3者で対談形式で自民党の会見案、会見とはどういうものかについてお話をしていただきたいと思います。みずほさん、よろしくお願いします。じゃあラスリエさんと、いやその後10分喋っていただきます。はい、じゃあそれでは対談形式を始めさせていただきたいと思います。福島さん、はい、私は福島さんの2013年7月3日に安倍首相に、私は憲法は国民の権利を守って国家の権力を縛るものである、こういうふうに安倍首相に質問をなさったと思います。安倍首相はどのようにお答えになったんでしょうか。ですね、いやちょっときあの私の記憶では、はい、あの新憲法草案がたくさん国民に義務付けられているのをやって、はい、そして国民の権利を権力を縛るのは憲法なのに、国民を縛る憲法は憲法じゃないんじゃないかと聞いたら、はい、総理はそれは
19世紀の考え方だとか言ったんじゃなかったでしたっけ、なんか絶対王政の時代で、ね、そうだからそれは絶対王政の話であって今は違いますって言ったので、いやこれは大丈夫かと、憲法が理解できてないですよね。そうなんです、その時の党首で臨まれたあの参議院選挙、同じ2013年の7月3日に今度は小沢一郎さんに自民党改憲草案から憲法97条が抜けてるじゃないか、どこに行ったんだって言われた時にどっかに紛れてるって答えてるんですよね。そうですね、あの他の基本的人権の規定に含まれてるからいいんだって言ったんですよね。はい、そうですよね。で自民党のじゃあ改憲草案の特徴、後でまあスピーチでもしていただくんですが、平たく一般の人にちょっとかいつまんで言っていただけます。そうです。どうも皆さんこんにちは。今日は街頭からもう直接こうやって話をするんだということで、那須理恵さん、そして森田龍さんと3人でお話をしています。安倍総理って一体何をしたい人なんでしょうか。私は一つだけやりたいことがある、憲法を変えること、憲法改悪だと思っています。自民党は任期6年間総裁がやれるっていうのをなんと延長できると決めました。だから 3×3 サザンが9、私は2018年9月まで安倍総理が総裁でいるまでに、何としても憲法を改悪させなきゃいいんだと思っていたら、なんと2021年9月までになると、だから頑張らないといけない、それまでにこの憲法改悪をさせないっていうことが本当に必要です。で思ってるのは、皆さんたちリオデジャネイロのオリンピックの時のマリオの総理の格好を見てどう思われました？2020年あの東京オリンピックの時に、総理でいたいっていうのがもうすごかったですね。だから私は、憲法を変えて改悪して2020年東京オリンピックをやるんだ、原発事故などなかったかのようにというのを、私たちが主権者がどうやって楽しくぶっ飛ばせるかっていうのが大事だと思います。一言、自民党改憲案は憲法ではありません。憲法は権力を縛るものなのに、だって勝手に逮捕するなとかね、表現の自由を侵害するな、思想良心の自由を侵害するな、憲法って権力を縛るものなのに国民縛るものになってんですね。もう説教タレタレ憲法っていうのが自民党憲法です。基本的人権は公益及び公の秩序によって制限できる、こんなんだったら基本的人権がなくなっちゃいますね。あと憲法24条、家族は互いに助け合わなければならない。でもこんなの互いに助け合ったら家族共倒れって感じがしますが、もう説教タレタレ憲法で国民を縛るものなんですよ。上から目線で国民を縛る、日の丸君が代国旗国歌法も憲法にバージョンアップしてこの憲法を尊重せよとなるわけだから、まあ、これはすごくあの問題があると思います。あの私は地方自治体の議員をやってるんですけれども、まあ、文献って言われてきたんですが、逆にすごい中央集権的で、国が決めたことは地域の住民の声なんて全く国家マイナスにいろいろ進めてるような気がするんですけど、どうですか、国会にて。そういやだってあの沖縄辺野古と高江で、あれだけ辺野古の新基地建設反対、高江については沖縄県議会がオスプレイパッド、まあ、ヘリパッド中止の意見書を出しました。でも全く聞いてないじゃないですか。それから新潟県知事選挙で米山隆一さん、あの、柏崎刈羽原発を動かさなくてもいいという慎重に問題ありという知事が誕生したら粛々と進めるって、それなんやって感じですよね。住民自治を本当に全く無視してますよ ね、 そうですね。だからこんにちは、ありがとう。あ、福島みずほです。森田龍さん、那須理恵さんです。いやそうなんですよ。だからあの今沖縄の高江で問われているのは憲法であり法律であり私たちの民主主義だから、高江の生活と環境破壊して私たちの民主主義壊してますよね。全くもう住民の声は聞いてないという感じで、私なんかはあの、まあ、基礎自治体というか大田区っていうところで議員をしてますが、
住民の声全く無視ですよ。やっぱり聞く場面がそもそもなくなってしまっていて、先ほどの小西さんがあれなんだっけ、国会の中での答弁がもう成り立たなくなっているって話してましたけど、自治体で もう質問をしても答えない、嘘も平気で答えるっていう状況になってるんですが、そうね、うん、私は安倍総理って今日の天気は曇りでしょうかって聞くと、一昨日晴れだったような気がするみたいな、そして聞いてない、そして私が最高権力者で私が決めるみたいな、いや何が、私は驚いたのは、自民党は結党以来強行採決を考えたことはありませんって。じゃあ秘密保護法と安保関連法、戦争法案の時の強行採決はあれは何なんだと。でもあれですね、南スーダン PKO、 南スーダンで、7月にジェバで、戦闘行為で実は54人が亡くなるっていうのがありました。これ戦闘行為じゃないかなんですが、政府は衝突ですって言うから ね言葉変えればいいってもんじゃないですよね。なんか撤退が転身の日本軍とそっくりですね。戦争っていうと、戦争法案っていう、私は削除要求受けましたので、斉藤隆夫反軍演説、よし負けないで頑張るぞと思ってますが、じゃあちゃんと議事録にアップされましたが、でも本当におかしいですよね。伊藤さんはそうやって削除要求だったり変更しろって言われてもちゃんと戦える議員なんですけれども、今自治体の中でも議事録を変更したりっていうことが結構あって、言われるとこうその言いなりになっちゃう議員が出てきているっていうのもすごく怖いなと思います。やっぱり議会での発言ってすごく重みのあるものなんですけれども、不適切だっていうことでどんどんそれを変えていく動きがあるので、ぜひ皆さん国も政治はすごくひどいんですけれども、地域の中での政治にもきちんと注目をしていただかないと、まあ、国って割と大枠のところを決めますけれども、実態として関係のあるのってやっぱり社会でもそうですけれども、自治体で起きていることもすごく大きいなって思います。でも私ある市議会で、女性の議員がおっさん政治に怒りとか文章を書いたら、自民党を含めた男性議員に取り囲まれて、このおっさん政治とは俺たちのことかって言われた。恐ろしい。子供のなんか、いやでもこうなんですよ。 あと5分でなっちゃった。いやですね、でも実は私自身もイラクの戦争のことを国会で取り上げられたんですね。その時死者がこう出ているっていうのはテレビで、死者がこう倒れている、死者が倒れている死者の写真をテレビ中継というに出すのはいかがかっていうんで、それだけは差し替えたんですよ。てかもう時間ギリギリだったので、イラクのことを聞きたいと思ったので。でもそうですよね。でも地方自治といって、これあれかな、いやでも憲法改悪の方がいいね今ね。あと憲法の中にはね、そうじゃね、でもあれですね、びっくり仰天東京都議会、そうですよね、豊洲が空っぽで、何あれ、盛り土がないって何なんでしょうか。でもお金の流れを含めて徹底的に明らかにすべきですよね。そうですよね。どうですか、お金絶対に、私これね、巨額のお金が絡んでると、まあ、勝手に睨んでおりまして。いや私でも汚染まみれの土地を東京都は一体いくらで買ったんだとか思うと、ね、皆さんだからね、盛土がないと、盛土がとか誰がやったんだともあるけれど、お金明らかにしろとか思いませんか。 いくらで買って、いくらでどうして、どういうことない、誰がお金もらったんだって。そうなんです。放送老人はどうなんですか、ね、買ってる放送老人。そうだから元都知事はちゃんと、ヒアリングに応じろと。そうです、それは教授ですよ、政治家としては。大体汚染している土地を買う場合には処理費用を含めて本当は差し引いた上で買うから、東京都は相当に高値であれ捕まされちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味でも都民に対して本当に大きな損害を与えているので、そこも含めてぜひ明らかにしてほしいなと思いますよね。私は川崎で、はい、マンション建てる時に有害物質があるので土壌を何度も入れ替えて、はい、ものすごく時間をかけて、はい、それをきちっとやるのの見学に行ったことがあるんですね。ものすごい作業で、すさまじくお金がかかり、手間暇時間かかるんですよ。ちゃっちゃっちゃっとできるものではないだとしたら、一体いくらかかって、はい、でもこれ皆さん税金ですからね。そう、税金ですからね。まあそこはね、某企業
の持ち物で土壌汚染があったことも想定されたのに、それを高値で、まあ、買ってあげたっていうか、そういう都政の判断にもやっぱり都民は厳しい目を向けていかないといけないですよね。そうですね。で、自民党改憲草案に戻しますと、はいはい、憲法ではありません。この憲法でないものを憲法を変えるって言ってるのが問題なのが1点、それから2点目は、私は沖縄の高台に行った時に、これって緊急事態宣言条項の先取りじゃないかと思ったんですね。内閣は法律と同じ効力を持つ政令を作ることができる。つまり国会って腐っても国会、あ、じゃなかった、腐っても体じゃないけれども、唯一の立法機関なんですよ。どんなことがあっても基本的人権制限する法律は国会でしか作れない。それは国会議員が有権者の代表で選挙で選ばれていると。にもかかわらず、内閣が法律と同じ効力を持つ政令できるんだったら、立法権ないじゃないですか。しかもあれって、予算の支出もできるから、財政権を国会から取り上げるんですよ。そしてナスリエさん、首長に指示ができるんですよ。地方分権がなくなっちゃう、蹂躙してますよね。ただ私はこれ高江で、緊急事態宣言条項の先取りが行われてるんじゃないかと思ったんです。だから総理が私は最高権力者ですって言って、一度これ間違いかもしれない、私は立法府の長ですって言ったんですよ。あれね、実は立法府の長だと思ってる。つまり国会が予算委員会とかに登場するとみんな家来なわけじゃないですか、部下。だから思わず立法府の長だ。でも皆さん、スタンディングオベーションで、あれ見ました？総理の所信表明の演説文書に拍手っていうかね、ここで止めて拍手、水を飲むとかあって、スタンディングオベーションですよ。どうなっちゃってんのって、本当に、まあ、腐った大企業みたいな感じですよね。でも演出されちゃってるわけですね、国会すらもね。ひどいことですよね。ひどいですよ。福島さん、あれですよね、はい、国権の最高機関は憲法41条に国会だって書いてありますよね。安倍さんじゃないですよね、で、私は言いたい、私は最高権力者だった、安倍総理は言ったけれども、最高権力者は国民じゃないですか。国民がいつだってこの社会を変えられる。そう言ってないと、なんかすごくこう9年間なんかこうね、独裁体制ってなっちゃうからやだ。そう、でも国民は主権者なんだけれども、やはり立法の現場に行くのは私たちが選んだ国会議員なわけですから、国会はすごく尊重されなくちゃダメだと思うんですよね。それで皆さん、いつ衆議院選挙があるかなとか思ってるかもしれません。わからないけど、私が解散権を持ってるわけではないから言えないですが、12月15日にプーチン安倍会談が山口県であります、まあ、第二次下関会談とか言われてるんですが、今言われてるのは2島返還してもらって、日ソ平和条約を締結し、まあ、じゃないかと。で、それを成果としてやるんじゃないか。で、来年だから12月に解散っていうのもあるけれど、来年1月15日通常国会冒頭解散、2月5日総選挙っていうのもあるんですよ。で、なんでかっていうと、野党が共闘しないうちに、共闘が整わないうちにやっちまえーみたいな。だって新潟県知事選挙、後から民進党の蓮舫さんとか来てくれてよかったと思いますが、初めは社民、共産、自由党だったんで、あと市民でも、これで結局は勝ったんですよ。わーい、もう脱原発です。台湾も脱原発になります。というと、だからその野党共闘が進まないうちに、そして景気が悪いんですが、もっと崩壊しないうちにやっちゃえと。それで、そして4年間やれるから、まさにオリンピックまでということを考えてるんじゃないか。だから皆さん、なんてひょっこりひょう立場のサンデー先生みたいっていうと、若い人はわからないでしょうが、ドンガバーチョーみたいにわからないでしょうが、でもこうなんです。もし衆議院選挙があるとしたら、私たち勝っていこうじゃないですか。野党共闘で、少なくとも安倍総理よりは近いと思う人たちを応援して、少なくとも憲法がどひどくなるのを変えましょうよ。私たちは変えられる。それが政治だと思います。
して政治は選挙の時だけでもない、こうやって声を上げたり隣の人と職場で電車でちょっとうるさいか時々でこれについてどう思うって話すのも政治ですよね、これどう思うって話すのも政治、そして選挙も大事、もし衆議院選挙があるんだったら私たちは本当に変えましょうよ、そんな少しでもとにかく3分の2を削る、野党でも憲法改正に賛成している政党はダメというノーという立場で、だってね憲法生かされてないもんね、どうですか、生かされてないもんね、骨抜き骨抜きだもんね、でも少なくとも自衛隊が国防軍になって世界中で戦争し緊急事態宣言条項で戒厳令になり、国民は常に公益及び公の秩序に従わなければならず、家族は互いに助け合わなければならない、家族共倒れ、こんな憲法はやっぱり嫌だと声を上げていきましょう、はい、頑張ろう、はい、変えましょう、あ、わかりました、今日も回転寿司でもなく次にまたやってきました、少し干からびたイカですなんていうのは嘘で、参議院議員福島みずほです、こちもいいかもカラオケのように、まあ、ですね、今 TPP 国会です、TPP って何でしょうか、環太平洋パートナーシップ協定というよりも突拍子もないプランって私たちは言っているんですが、グローバリゼーションの中で日本の農業はどうなるのか、あるいはすみません、これから40センチ離して、そうですね、あ、すみません、じゃあちょっと、じゃあちょっとすいません、 TPP の実は今国会で衆議院で28日強行採決されるんじゃないかということを本当になんとか止めたいと思っています、日本の農業どうなるか、社会保障制度はどうなるのか、遺伝子組み換え食品の表示、アメリカの通商部はそんなの表示しなくていいと言っています、でも遺伝子組み換え食品かどうか原産地表示とか必要じゃないですか、世界、本当にグローバリゼーションで日本の戦を作ってきたものが壊されることに本当に反対をしています、で参議院で11月中にやって強行採決になるのは嫌だ、で今国会に共謀罪とそれからホワイトカラーエクゼンプション残、労働時間規制を一切なくする残業代ゼロ法案、過労死促進法案が出てくる、まあ、継続審議で共謀罪は新たに出ると言われていました、でも今国会では成立しなさそうなんですが、来年の通常国会でこのホワイトカラーエクゼンプション成立させよう、そして官邸は共謀罪を出す、やるぞと言っています、このことに反対をしています、なぜか犯罪、私実は弁護士なんですが、福島さん弁護士だったのって言われるんですが、弁護士なんですが、私たちはどんなに邪悪なことを頭で考えてもそれで処罰されることはありません、ムカつく死ねばいいと思ってもこれだけでは何にもしてないわけですから処罰することはできません、殺人罪だってピストルを買う、まあ、包丁、デバ包丁の大きいの買うとかいろんな、まあ、殺人予備とかじゃなければダメなんですね、普通は実行の着手をして既遂にならなければ犯罪は成立しません、殺人などとっても重いのだけ予備罪っていうのがあるんですね、で何が言いたいか、共謀罪は共謀しただけで犯罪が成立します、ここで私と森田龍さんと那須さんが話して言っただけで共謀罪が成立します、途中で一晩寝てですね、飲んでてあんなやつやっつけちまえガガガガガと言ってですね、一晩寝てあやめようっていうかもう忘れちゃうっていうことがあっても、もうすでに共謀罪は既遂になっています、これは犯罪の成立をすごく早めることになるし、ある意味治安維持法、私たちの良心や考え方に権力がものすごく近くなってくるということだと思います、で
共謀は、まあ、企画と言ったりするけれども何が共謀か分かんないじゃないですか。かつて共謀罪の審議で目くばせだけで共謀が成立したと言ったことがあります。そしたらですね、なんか NGO の会議で話しててこれ秘密保護法で秘密はおかしい、みんなでこれとことん追求しようよって言ったらですね、これ危ないですよね、まあ、秘密保護法実は今共謀罪があるんですが、何か話してたら本当に大変なことになる、そう思っています。共謀罪は過去10年間に3回廃案になりました。共謀罪など出てこない状況を一緒に作っていきましょう。どうでしょうか。一緒に作りましょう。そしてそうですね、高江と南スーダン PKO の話をちょっと聞いてください。よろしいですか。いいのかな、この間稲田朋美防衛大臣に私福島みずほ予算会で質問をしました。戦死者を出ささないっていうことがとても大事じゃないか、防衛大臣として戦死者を出ささないっていうことのこれを共有をしてもらいたいと質問をしました。私は日本の戦後にもし誇りうるものがあるとすれば、一つは戦後戦死者を出さなかったということだと思います。どうでしょうか。安保関連法に反対するママの会は誰の子供も殺させないと言っています。その通りじゃないですか。誰の子供も殺させない、そして全日本おばちゃん党、私も実はおばちゃん党に入ってんですね。なんか時々マダムとお呼びって言いたくなりますが、それは冗談として、そこのおばちゃんと発作の一作目はこうです。うちの子もよその子も戦場には出さんです。で、南スーダン PKO はご存知、大統領派とそれからキール大統領、そして前副大統領のマシャル副大統領派が内戦状態です。この間ジュバで54人首都で内戦で亡くなりました。つい先日も北部マスカルで60名ほど亡くなったというのが言われています。もう PKO 4原則は完全に崩壊をしています。マシャル元副大統領も合意はもうなくなったと言っています。アメリカも EU も南スーダンから引き上げています。日本はこの PKO 5原則がもうなくなってるんですから、南スーダンから引き上げるべきではないでしょうか。そして駆けつけ警護など論外です。青森の自衛隊の人たち訓練して駆けつけ警護をしようとしています。でもこれで命を落としたらどうなるんでしょうか。残念ながら南スーダンは子どもたちがお少年兵に仕立て上げて少年兵になっている。じゃあ自衛隊は少年兵に向かって銃を撃つんでしょうか。誰の子供も殺させない、そのことをやりたいと思っています。ところで私はもし日本でテロと戦死者が出たらこの社会が一変すると思っています。お前はこの死を犬死にというのか、お前はこの戦争を間違ってるというのか、この行動、日本の若者が命がけで戦って命を奪われたことに関してお前はそのことを貶めるというのかというような議論が出てくるのではないでしょうか。今日本が戦後71年経って戦死者を出すかどうか、まさにギリギリの瀬戸際だと思っています。だから南スーダン PKO から帰ってこい、そして駆けつけ警護などやるべきではない、どうでしょうか。その声を大きく本当に上げていきましょう。そして沖縄県高江のことについて聞いてください。7月8月9月と私は高江に行きました。参議院選挙が終わって、あら私の夏休みは高江のテントの中だったとまあ思ってるんですが、でも今本当に無法状態です。ヤンバルの森ジャングルで素敵なんですね。国定公園、今度沖縄北部のヤンバルの森は世界環境遺産、自然遺産に登録しようとしています。でも皆さん今2万4700本ほど
木を切り倒してオスプレイパッドを作っています。ロック作るのに2機今もう貸してあって、今4機作ろうとしています。それを沖縄の人たちはオスプレイパッドなんてやだ、だって日本隠してたんですから、隠していたし、まさにこの基地機能の強化に反対でみんな反対運動をやっています。リーダーの山城宏さんが逮捕拘留されていることも本当にひどい、そう思います。そして東京、神奈川、千葉、愛知、大阪、福岡の県警がその高井に行っていることにもおかしいと思います。東京都民、千葉県民、神奈川県民の皆さんどうでしょうか。皆さんたちの住民税を払った県警がなんで沖縄高井に行って住民を弾圧をしているんでしょうか。帰ってこいよっていう声も上げていきましょう。こういうことも本当に変えたいと思います。国会で質問をしました。自衛隊のヘリが重機を運びました。大阪航空局に申請書を出して許可を得なければならない。でもないんですよ。9月13日に飛んだ時点でありません。出せと言ったら9月13日付の申請書の許可書を私福島みずほに出しました。朝から飛んでるのにいつ取ったのと言ったらですね、9月15日に許可書が出て9月20日の日に申請書を出したと答えました。おかしいですよ。飛んでる時には何もないじゃないですか。しかもどこの世界に許可書が出てその後に申請書が出るなんていうことがあるんでしょうか。何をもとに許可書を出したんだと思います。かくかくさように無法地帯、違法、法律が無視されています。そして大阪府警が沖縄の人目取間俊さんたちに対して土人、あるいは沖縄の住民に対してシェラ人といったことにもこの間警察庁に強く抗議をしました。沖縄の構造的差別、基地が集中している、そして植民地のようなこんな言葉はおかしいと思います。許してはなりません。そしてもう一つ、これは沖縄差別だけではないと思います。この言葉はユダヤ人を大量殺戮する前に障害者の人たちの大量虐殺を行いました。国家にとって有用かどうか、国家にとってどうか、戦争にとって役立つかどうか、こんな社会はごめんです。だから私たちは差別や排外主義を超えて共生社会、この社会で私たちは共に生きる、そのことを一緒に元気にチャーミングにみずみずしく創造的に元気に仲良く時々言い合いしながら元気にやりたい、そう思っています。こんな政治を元気に変えましょう。新潟県知事選挙では市民が勝ちました。野党共闘が勝ちました。原発なんて嫌だ、東電が柏崎刈羽原発動かすのなんてごめんだ、原発はもう嫌だ、ふるさとを守れ、そんな声なんです。無党派の6割が米山さんに投票、自民党の3割が米山さんに投票をしました。私福島みずほ何が言いたいか、政党やイデオロギーや右左を超えて安心できる社会、ふるさとを守る、食べ物を守る、未来を守る、子どもたちを守る、一緒に生きる、そんな社会をどんな人たちとも本当に作っていく、そのことにかけていきたい、そう思っています。一緒に未来を、希望をどうか作っていきましょう。ありがとうございます。福島みずさんと呼びかけに京都大学教授の高山加奈子でございます。この場ではですね、共謀罪に反対する意見を述べさせていただきます。私は日本刑法学会の理事でありまして、国際刑法学会の理事もやっています。先ほど言及がありました共謀罪法案、問題たくさんあるんですが、一番私が問題だと思っていることは、現にテロの準備をしている人たちを捕まえるための法律はもう日本は持ってるんです。9.11
11の同時多発テロの前から国際的なテロ対策というのが進められていて、国際条約全部で13あります。日本は全てに参加しています。で、同時多発テロの後はですね、安保理決議によって国連は具体的なテロ対策を進めておりまして、それも日本は全部実現しています。十分に法律があるんです。今度提案されようとしている共謀罪法は何が問題かというと、実際にテロの準備をしている人を捕まえるための法案ではなくて、何も悪いことをしていない人たちも捕まってしまう恐れがある法案だということが一番問題だと思っています。今日もこの隣で楽しい音楽イベントが行われています。私は若い人たち、あるいは若くない人たちも一緒に音楽やダンスを楽しめる、こういうそんな街の風景が全国で見られる、そういう日本も絶対守りたいんです。ところが今のその警察の取締り権限は乱用されていることが多いわけです。例えば六本木、それから沖縄アメリカ村で数年前にクラブの一斉摘発が行われました。クラブでお客さんに音楽を聴かせていた経営者の方々が逮捕されて刑事裁判にもなってしまったわけです。これがその無罪、最高裁で私たち無罪を勝ち取るまでに4年間かかりました。クラブでは騒音の問題があったわけでもなく、暴力があったわけでもなく、ドラッグが持ち込まれていたわけでもありません。音楽を聴かせていただけなのに苦しまれてしまった。こんなような権力の乱用を許してはなりません。私たち一般市民、共謀罪なんて関係ないやと思っているかもしれないが、隣人が逮捕されるは一緒に巻き込まれてしまうかもしれない。音楽やダンスを楽しんでいるだけでも疑いをかけられて、不当な逮捕や拘留、家宅捜索を受けてしまう場合だって実際にあったわけです。沖縄では今90歳近いおばあさんが公務執行妨害の疑いで、事情聴取を受けるなどということまで起こっていて、警察が使うことのできる権力すごく大きくなってしまう。これ以上の立法は他の国もやってないわけです。国際条約に参加するために今提案されようとしているような内容の立法は必要ありません。自由や権利を守るために、私たちの当たり前の暮らし、音楽やダンスをゆっくり楽しめるような暮らしを守るために、絶対この共謀罪法案は通してはなりません。日本刑法学会会員が1000人規模でいますけれども、憲法学者が安保法制反違憲であるというふうに言っているのと同じように、刑法学者は共謀罪法案に絶対反対という人が圧倒的多数を占めております。私は刑事法学者としてもこれから学者の運動も進めながら市民の皆さんと連携していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。安住さん、いらっしゃいますか？皆さん、今日は野党の、議員の方もたくさんいらっしゃいましたし、学者の方もいらして、さまざまなところから今この日本の民主主義、平和、本当に崖っぷち、問題がたくさんあるけれども、でも私たち一人一人が声を上げることで、またつながっていくことで、この状況を変えていかなければならないということが伝わってきましたよね。私たち一人一人を守っているこの憲法がもう改正されてしまうかもしれないという、本当にギリギリのところに来ていますが、ぜひこれからも私たち友達や周りの人たちと声を上げながら、この状況を変えていきたいと思います。本日は、実行委員会 10.23 の実行委員会がこの場を、企画させていただきました。またぜひ、どこかでお会いをしたいと思います。どうもありがとうございました。